タイとか、台湾とか。Thailand, Taiwan, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong, China, Japan. More than ten. タイだったり、フィリピン、台湾、マレーシア、シンガポール、香港、すごくいっぱい。ですね。これはコースによってやっぱり金額も様々だと思うんだけど、なんていうかな、ポピュラーなクラスっていうと、だいたい月いくらぐらいで、そうですね、気になります。そうですね、うん、今一番人気なコースがフルタイム会員って言って、何回でも、どのクラスでも受けられるっていうコースなんですけど、今オープニング、5月にスタジオがオープンしたばかりで、はい、このオープニングキャンペーン価格で今13,000円プラス税金で、このフルタイム会員っていうのをやってます。うん、今一番会員さんの中でも多い、コース、人気なコースになってます。月13,000円で行きたい放題、はい、行きたい放題、あ、いいですね。これ例えば朝コース受けて、また夕方受けるのも OK です。連続受けていただくのも全然、朝昼晩も OK、 朝昼晩でも OK。 あー、すごいじゃん。やばいですね、これいいですね、いいと思う。13,000円ポッキリで、もう。そうですね。あ、じゃあここの、ビアガーデン右サイドの飲み食べ放題みたいなもんだね。そう、2,980円。2,980円で。で、3時間半飲み食べ放題。すごい。すごい。すごい。あとでクラスの後に戻ってきます。そっか。いいですね。このプランいいですね。リーズナブルだね。うん、行けやすい。行けば行くほどお得感がある、ね、行けば行くほどお得だし、体もやっぱ内面的にも外面的にもすごく変化していくんじゃないかなって、実際に生徒さん見てても分かります。行きます。このコースやっちゃいます。いいよね、うん、俺もちょっとワンクール終わったらさ、行こうかなと。行きましょう、最初に行きましょう。ライズアップじゃないけどね、別の今受けてる。ぜひぜひ。ただお子さん連れとかどうなの？が、基本普通のプランは13歳以上がクラスは決まりになってるんですけど、うん、またキッズプログラムっていうのが始まって、うん、でそれが5歳以上受けられることになります。うん、いや受ける人がね、はい、お子さん、このお子さん連れが、クラスの中には一緒には連れていけないんですけど、カフェスペースも設けてるので、そこで小さいお子様が、ね、自分で勉強してお母さん待ってたりとか、うん、時間を、ね、過ごしていただくのも全然 OK です。まあ、そういうスペースは、あるので、はい、Believe it or not, the hardest part about anti-gravity is just showing up. So if you can suspend your disbeliefWe guarantee you will leave each class healthier, happier, and a little bit taller. はい。で、今言ってたのが、すごい、一番このアンティグラビティで難しいことが、この場所に出席すること。そう。それができればもう 80% は成功したってこと。へー。だから 20% は楽しむが。Just have fun. ああ、なるほどね。でクラス終わった後には必ずハッピーに、うん、そして、ね、受ける前よりも健康に、そして少し身長も伸びて、やっぱり行く行く行く、誰でも帰れるそうです。身長伸びるってよ、行こう。お、絶対ね、伸びそうだもんね、うん、伸びます伸びます、うん、あ、やっぱ伸びるんですね、ぶら下がるからさ。そうですね、背骨が詰まっ、重力によってどんどん詰まったものを一つ一つ背骨の間にスペースを作っていくような形になるので、やばい、なんかワクワクしてきたこれ。昔ね、ぶら下がり健康法とかいろいろあったもんね。そうですね、逆立ち健康法とか、逆さま健康法とかあったと思うんですけど、それをもっとちょっとスタイリッシュに楽しく、いいですね、行きますよ、全部自分は。もうああいうの見てたらさ、また
割とこうあのね見て静かな感じで動いてたけど、うん、あれくる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 回せそうだけどあれ回るっていうのもある。あ、クラスによってはあります。あてました。あっちでも楽しそうだね、うん、楽しい。まあでもこれだけの種類がさ、あのポーズが2000以上あるってことは、うん、本当にたくさん楽しめるよね、うん、だから本当この静止画像でなかなかお伝えしづらいっていうのがね、うんうんうん、あれはやっぱり動きとか見てたら、あ、このポーズからこのポーズに行くんだみたいなね、うん、このやり方があるわけよ。あ、それは動画じゃないと分かんないから。そうですね。これ動画配信とかやってましたっけ？Facebook ページで結構動画も流したりしてるので、うそういうのを見て少しイメージをつかんでみたり、実際にスタジオに見学しに来るだけでも大丈夫なので、はい、ぜひ。あれはもう動画で見たりスタジオで見たら、なんかこうずっと見入ってしまうね。でインストラクターがいて、でその合図でかな、なんかこう、うん、ちゃんと声は聞こえないけど、うん、このポーズみんな一斉にこうやるわけ、バーッと、うんうん、そういうのを見て、なんかね、みんな一緒にやってたら楽しそうじゃない、うんうん、なんとなく見ててね。もうみんなできるんですよね。できないってことはないんですよ。Anti-gravity techniques are accessible to anyone in sincere pursuit of greater health. We have programs for rehabilitation of old people with injuries. We have programs for people who are brand new or have never done it. And we have also programs available for those who are yogis or fitness goers. The Harrison Hammock makes the movement much easier than traditional yoga classes. So you'll find that by just showing up to the class, you're going to receive a number of wonderful health benefits, and as it is, and it is accessible to everyone. もし、そういう健康になりたいっていう意思があれば、誰でも、もうこの、うん、プログラムに参加できる。例えば、この怪我を持っている方だったり、こういうちょっと年配の方のためのクラスもあるし、さらに自分の体を鍛えたいだったり、極めたいっていう人のためのクラスもあったり、普通の、従来のヨガよりもハーモックがサポートに入ってくれるので、すごく見た目はアクロバティックなんですけど、見た目以上にすごくサポートしてくれるので、楽にやりやすく、うん、そうなんですね。家庭を踏んでできるような、だってみんながね、コウモリのポーズとかできてるのに、自分だけなんかできないみたいな感じになってたら恥ずかしいじゃないですか。なんかみんなできちゃうんですね。できちゃう。Furthermore, if you have back or neck pain, you need to be in this class because of the zero compression inversions and how beneficial that is for your spine. さらに首だったり、この腰痛をお持ちの方はすごく一番おすすめしたいプログラムで、なぜかっていうと、逆さまになる時にもう詰まっちゃってるものを全部解放してる状態で逆さまになるので、血行も良くなるし、あと背骨の、ね、並びも矯正されるような、体の中にもスペースができて、呼吸もしやすくなってね、ディープブレス、深呼吸もしやすくなって、いいですね。すごくいい。本当にじゃあもう中身から綺麗になれるっていう感じですよね。うん、そうです、ね。ぎっくり腰の人でもいいのかな。ぎっくり腰でもその炎症が治まった後、でヘルニア持ちの方とかもすごくおすすめです。あ、そうなんですね。うん、お兄ちゃんにも教えよう。ぜひ。牽引しているような状態なので、整体とか行くよりも、ね、すごく。僕が探しに行った、高橋さんって言うんだけど、はい、高橋さんも腰痛持っててね、はい、漁師なんだけどさ、はい、ぶら下がってたわけよ。そうなんですね。何やってんのと思ってた。いや、探しに行ったらたまたまここにたどり着いたってことで、探しに行って見つけた時にはぶら下がってたんですか。ぶら下がってた。それがきっかけで花さんとね、はい、うん、すごいできたっていう、いいご縁ですね。うん、だから男子クラスとか女子クラスとかないんだよね。もうないです。うん、男女一緒にね、はい、いろいろやって。そうです。
とテイマーもこのハンモックだけで今すごくね筋肉もいい体してるんでハンモックだけで鍛えてるっていう。そうなんですか。別にマシンとかをもうほとんど使ってない。え、もうこみんな見せてあげたいです今聞いてる方。そうそう、そうなんだ。スノーボーディング、スノーボード、スノーボード、ハンモック、ハンモックとスノーボードとハンモック、ギター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 は指ね、指ね、指のねへー、そうなんだ、すごい、すごい効果があるんですね、うん、じゃあね、だから結構男性の方マシン使ってるんじゃないかってね、うん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 、結構思う方もいるんですけど、自分びっくりしました、それだけっていうのは、うん、へー、ほとんどそれだけ、ね、だからあ、これ行った方がいいですよ、みんな本当にすごい、うん、本当にね、百聞は一見にしかずで、もう見に行ったらもう本当にもうやりたいみたいな気持ちが出てくるね、うんうん、じゃあ自分も通ってみんなね、ツイキャスでこのチーカーのちょっと変化をね見ていってほしいと思います。通います自分はい、いいですね。体験なんとかとかっていうのは体験クラスも、体験クラス、うん、あります。はあの月謝じゃなくて、もう今8月からは3000円プラス税金で、うん、あの初めての体験のクラス、うんうん、をあの受けられて、でそこからもし自分に合ってるなとか、うん、思ったら、体験コースは 何分、大体75分で、お説明だったり、あと最初のちょっと瞑想的な感じ、はいはい、お休みの時間だったり、うん、っていうのも含めて70、75分です。5分、はい、で、3240円、はい、おね、体験コース、うんうん、いいね、まず体験してみてね、うん、いいと思うんだったら、うん、13,000円で、もうこれいいですよ、行き放題もうこれ、もうこの体見たらもうこれいいですよ間違いないです。近くに住んでたらもう毎日行くよね、うん、もうチャリ、いいですね、チャリで行ったり、そう毎日来てる、あの目の前にあのチャタのね高層団地があって、ね、団地が結構あるんだよ、うん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 、もう歩いてこれるもんね、いいな、あそこに住んでる人たちはね、うん、いい環境にあるね、うん、もう花城さんこのなんだろう、やるきっかけは、やったきっかけは何ですか。あ、私はもともと10代の頃から、はい、やっぱりヨガをずっとしてて、うんうんうん、ヨガからやっぱ入ったんですね。そうですね。で、もともとちょうど、サンフランシスコに留学してた時期があったんですけど、すごい、でその留学中にこういうあのアメリカでエアリアルヨガっていうのがやっぱ流行ってて、うんうん、でそういうのをちょっと目にはしてたんですよ、はい、で日本に帰ってきた時にちょっとこういう日本でもあるのかなって、うんうん、探した時にちょうど日本に入ってきたばかり、アンティグラビティが、うんうん、でその時に、まあ、スタジオのことは知って、うんうん、で後々、まあ、こういうあの、ね、声をかけてもらって、うんうん、インストラクターとして、まあ、話し飛んじゃうんですけど、うん、活動することになったんですけど、もともとは東京であのアンティグラビティに出会いました。うん、うん、東京で、東京にあの1店舗目のスタジオがあって、はいはいはい、そこでたまたまあの出会いました。うん、すごいね、だから人のこの出会いとかきっかけっていうのは分かんないよね、本当に、うん、どんな出会いでどういう職業をするかとかさ、うんうん、そうですね、多分あの5年10年ぐらい前はそういうの考えてなかったです、多分今の仕事とかね。そうですね、今またこういう自分がやりたいことと一緒に地元に帰ってこれたっていうのがすごく、ね、やっぱりありがたいなっていうか、今すごい幸せでしょ、うん、幸せ、うん、だってもう顔がね、もう来た瞬間からもう笑顔が素敵なんですよ本当に。だから僕もね、あのたまたま人探しで出会ったんだけど、はい、もうあのラジオにすぐ出ないっていうので、ね、ぜひこれ紹介したくてさ、いろんな人に、ね、それで自分も本当気になってたものだったんで、ゆき、うん、さんから聞いて、あ、めっちゃ話聞きたいっていうことを言ってて、すごいいいね、応援です、ありがとうございます、ありがとうございます、すごいね、もっともっと広めたいね、うん、本当はここで、ね、できたらよかったんだけどね、ブラさんね、できましたね、次回また動画も撮れるから、うん、あ、ここできるんですか、これで、うん、みんなでここでコウモリハンモック吊るせますね、これコウモリだってね、うん、バットマン、あ、バットマンじゃないあれが逆さまがスパイダーマンっていうスパイダーマン、はい、5個は吊るせるって言ってます、
重量的に大丈夫なんですか？お客さん入ってきたらびっくりするので逆さになってビール飲んでたりしてちょっと変わったビアガーデン、ね、新しいタイプ、ね、いいですね、はい、これで吊るせそうだよ ね、 本当ね。そう吊るせますね。あとはあと野外だと木に吊るしたりとかっていう、ね、うんうん、いろんなところに吊るせるところがあればもう吊るして、うん、あのハンモック、ね、沖縄ってすごいイベントが多いじゃない。はい、祭りイベントがね、うん、そういうところに出展して、はい、なんかこうやっても面白いんじゃないか。はい、ぜひ外での活動っていうのもどんどん広めたいなと思ってて、まあいいですね、やっぱりね、うんうんうん、イベントとか夏のお祭りとかでこういう売る体験とかできたらすごくね、うん、楽しいと思う。そうですね、身近に感じてちゃんと見る人もいっぱいいれば、うん、大きな、まあね、ちょうど、今週末羽衣祭りがね、はいはい、8月の6日7日あるんだけど、ああいうのでも大きなステージがあるじゃない、うん、あのステージの上にねこうなんか張りがあったら、うんうん、そこで吊るして、うん、曲と合わせて、ね、そうですね、パフォーマンス様子もあるので、うん、すごくこういう使い方も、パフォーマンスをやることによってより広めていくっていうね、うん、多くの人に見せるっていう、うんうんうん、はい、あいいですね、場があればね、場があれば、うん、面白い。こういうのを、ね、企画したらいいんじゃないですかね。あ、これから、ね、うん、私たちもまだスタジオがオープン したばかりなんですけど、どん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 こういう、ね、ちょっとスタジオの外に出ている面白いことは考えていきたい。あ、いいですね。よくこういうイベントとかでフラとかね、フラとかいろいろやってこのお披露目するからまた、うん、フラ教室にね通う人がどんどん増えてきたとかっていう、うん、すごい相乗効果があるから、うん、これをパフォーマンスで見せることによって、うん、教室にね来る人もドーンとね、うん、そうですね、私もあれやりたいとかって言ったら、それいい考えですね、うん、知らない人もたくさんいるから、うん、それを見ることでね、なんかそのイメージにねあったこのイベント、うん、いろんなイベントあるから、はい、イベントのカラーがあるじゃない、うん、そのカラーによってこのイベントはなんかイメージが合いそうだなっていうイベントとね、うん、コラボしたら、はい、面白いことができそうです。そうですね、ぜひ、うん、面白そう、やっていきたいと、うん、いいですね、思います、うんうんうん、羽衣祭りもね、はい、今週末あるということで、今週末か、先々週間、はい、茶壇のシーポートカーニバルが祭り、あ、はい、あれはここからすごい花火がバーって見えたらしいんだよね。もう超満席、ここ花火見れるって。夜もとってもロケーションも最高なんで、茶壇、はい、もね一望できるし ねすごく景色も綺麗、うん、サンセットもすごく綺麗に見れそうです、うん、ぜひぜひ何かに、ね、はい、いらしてください。最高ですよ。夜はね本当に夜景も綺麗だし、うん、まあ今話したついでに羽衣祭りのね、はい、ちょっと紹介もしたいなと思うんですけど、はい、羽衣祭りは行ったことあるんですか、あのさんは。私まだ行ったことないんです。へ、うん、え、まだない。ぜひ行ってくださいよ、一緒に、ね、一緒に、ぜひぜひ、まあ、FM ギノワンなんで、はい、羽衣祭りちょっと案内しますね。6日今週の土曜日が、オープニングセレモニーテープカットがあってちびっこエイサー、うん、あとは特設ステージで、いろんな青年部の太鼓があったり、羽衣エキサイティングステージで、まあ、その後花火とかねいろいろあって、8日の日曜日も、カチャーシー大会、恒例の羽衣トミーさんですカチャーシー大会とか、また花火も2日連続ねあるんで、うん、あと音楽ね、ミュージシャンのステージとかもあって、結構やっぱり羽衣祭りは多目的広場のね、はい、芝生の中でやるから、うんうん、すごくこう涼しくて気持ちがいいんだよね、うん、真ん中はもうみんな地べたにね、芝生の地べたに座って、うん、本当に仲間同士でこう楽しむ、うん、で周りにこの出店があって、
で、でっかいステージがあるみたいな。だからすごく雰囲気がとってもいい祭りだし、ぜひ浴衣着て、あ、ジンベエ持ってる。おー、いいですね。マジしてると思います。じゃあもうすごい日本の文化も好きで、ね、今沖縄の文化もすごい。エイサーとかは見ました？まだ見てないと思います。あ、今から、はい、あ、羽衣ではエイサーあります？あるよ。あります、うん、あ、これ行くしかないですね。そうそうそう。すごい。The Navi Okinawa studio is full of beautiful instructors, very talented, that I'm sure would love to perform at the festival. まあ、祭りもね、ぜひ楽しんでほしいなと思います、うん。まあ、一旦ね、CM いきますけど、はい、この番組は、ビアガーデン B サイド、でオーシャンビューネイルカフェ、コッコン、ジミーで、エステサロン R3、ホテルかくれんぼの提供でお送りしてます、はい。3分花城さん褒めたぎってもいいですよ。何かね、案内したいことがある。We have 5 to 7 classes per day. We have most experienced instructors on the island. We have a beautiful location that overlooks the water. Call to action. Okay. And maybe we can, if you're a listener, come into the studio and get 1.5 off. Okay. If you're okay with that. Or maybe like drink coffee, or you just start there. You can mention a promotion. If you want. もう一回PR 振りますんで。あ、はい、わかりました。やってます。あ、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ来てください。のすごいいい場所なので。はい、はい、もうね、あっという間に、ねね、時間来ましたけど、うん、もう今日はね、もう初めて、聞く方も多かったと思いますけど、はい、ぜひ、検索してみてね、うんうんうん、アンティグラフィティというどういうものなのかとか、うんね、ハンモックヨガにぜひ興味持ってもらって、うん、一度はね、本当に遊びに行って見学してもらいたいと思います、ねうん。まあ、最後にね、花さんの方から、もう一度PR の方たっぷりお願いします、はい、ありがとうございます。ナビーチャタンスタジオはちょうどまあ、分かりやすいヒルトンのすぐ近くで、うん、ね、あって、まあ、テーマが今は世界で一番いいロケーションのスタジオだ。おー、ね、すごい。世界で一番ですからね。50カ国の中でアンティグラビティフィットネススタジオだって。それほどすごくロケーションもいい場所で、うん、確かにロケーションね、やっぱりガラス張りになってるので、うん、まあ、一日の流れ、太陽の、ね、入りだったりサンセットの、ね、うん、落ちる瞬間だったりっていうのを見ながら、うん、クラスが受けられる。あと1日だいたい6、7クラスあるので、うん、自分の、ね、ライフスタイルに合わせて、ね、来ていただくことも可能ですし、うん、すごくインストラクターも充実して何十名ぐらいいるので、うん、ぜひこのアンティグラビティの世界、はい、反重力の世界体験しに遊びに、はいはい、来てください。うん、いいですね。問い合わせ電話番号は、あ、そうですね、はい、これ載ってたかな。
ちょっと電話番号私の方がちょっと覚えてないんですけど、まあでもフェイスブックでもナビーチャタンスタジオで検索していただければ、はい、出てきたり、ナビーチャタンスタジオ、あのホームページでもあのハンモックヨガ沖縄チャタンとかっていう検索していただければ、沖縄チャタン、それでも出てくる、はい、であと8月1日から実はカフェもオープンして、うん、今コーヒーだあのドリンクとかっていうのも提供してるので、そのロケーションの中でカフェも楽しめるっていう、はいはい、昨日から、はい、いや僕が行った時、はい、ね、まだオープンしてなかったんですけど、1日って言ったら昨日じゃん、昨日から、はい、そうなんですね、へー、ぜひナイスナイス、あのクラス体験しなくてもカフェでゆっくり死にだけでもあの利用していただくことも可能なので、まあ、ちょっと様子を見ながらね、はい、カフェを利用して、とにかくあのロケーションがいいし、うん、あのこのスタジオ見てるだけでも気持ち癒されるからね、うん、ぜひあのコーヒー飲みながら、はい、あのスタジオ見学もね、うん、来てほしいなと思いますね、はい、ぜひあのトップの11のマスタートレーナー のテーマのクラスも見てるだけでもすごく面白いので、ね、ぜひあの見に来てください。テーマファンが増えそうだね。テーマはいつまでいるんですか？テーマは、8月いっぱい、8月いっぱいだよみんな。ぜひあの見学無料、今月いっぱい、ぜひこれ行かないと香港に戻っちゃう、そう香港に戻っちゃうので、その前にぜひ、で冬になったらもうあの北海道の北海道ドライバーに行っちゃう、スノボーシに、テイマーって、夏またね沖縄に戻ってこれるように、はい、ということでね、あの今日は本当に、お二方ありがとうございました、はい、花さん、テイマーさん、ありがとうございます、ぜひねみんなで行きましょう、はい、それではバイバイ。バイバイ。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。あっという間の。あっという間1時間。ミキさん、自分あのパンフレット欲しいです。うん、もらっていいですか？うん、またあの一回。あのナビーチャタンスタジオの。ぜひあの CM もスポンサーになってもらえれば。ああバンバンだから宣伝しながら、ぜひぜひ、今あと3つ、今月のスポットのあれが1つ終わるから、うん、で来月までのやつもあるから。